私は一人だと。なんで私はっていうかというと、ちょうど毎年12月23日に、今年はちょっと21だったんですが、23日の日に、その、なんか、クリスマス、クリスマスって言って騒いでて、なんか腹立って、じゃあいいよ、お前らはクリスマスにもやっておかれてよ、俺は一人でギター弾いて歌を歌うぜっていうような気持ちで、私はになったんですね。分かってもらえたでしょうか。それだけでいいんです。大したことありません。長くなりました。ありがとうございます。最後の歌です。僕の細道という歌があります。僕は僕の細道を見つけに出かける遠く遠く遠く北へ向かう南へ下るそれもこれも良いではないか遠く遠く遠く何かを起こせねば誰かに合わせねばともかくとやかく言われてるそんなことよりどうだろう旅などは手をつなげているようでうまくつなげていない伝えたかったことはことごとく宙を舞うのだつえ一本正義とスケさん格さん持ったら黄門様ではないか旅でも吐いて歩こうか羅針盤もないのに船と自由民と山を持ったらバイキングみたいだそれもちょっとかっこいいかな風呂敷とノートと筆と才能を持ったら松尾芭蕉みたいだ本当に忍者かな紙と鉛筆と測量術と忍耐を兼ね備えたら異能ただただではないかさどっちみち準備をしよう気まぐれな君のようだった僕は下駄を放り投げ一人で行き先を決めるしかなかったあの時と同じようだいよいよ目の前で狭まりくるこの人生を大事に育むためにはどうだいこのままここにいるのかそれともここにはいないのかそして僕は一人考えたふりをして秋の空を見上げたやっぱり何十年経ってもわからないものはわからない俳句を一つ読み悪代官を一人戒め民族一つ丸つぶし蝦夷地一つの地図を書く今さらいいよなんてくだらないことは口走らず21世紀の腐った脳みそで想像するのさ
本当はとか真実はとか僕はとか私はとか向き合うのだ。そして答えを出せずとも飽きずにね。そして僕は知らんふりして家出少年のように汽車に乗る。笑うがいいさ、たかが55年さ、出発は誰にもどうにもできなかった。あの時と同じようだ。そうだよ、この気持ちの高ぶりは確かにあの時と同じようだ。ほらまた僕が僕の奥の細道を見つけに出かけろ。違うよ、いつも履いてる下駄のままじゃないよ。違うよ、グッバイ。そうだよ、もう決めたんだ。今の自分ともまたさよならすることにした。そして僕は僕の望む道を見つけに出かける。ふらりふらり。